ドンチェリウスということで今回なんですけど、アーネストから24年秋冬1軒目のデリバリーということで新しくアイテムが入ってきましたので紹介したいと思うんですけど、今回入ってきたのが、まずアウター系の、ジャケットですねが一型と、デニムジャケットが一型、そしてセットできれるパンツが一型と、あとはスウェットを一型2色と、ちょっと画面外になっちゃうんですけど、定番のねレザーグローブが入ってきたんですけど、まずねこの定番のレザーグローブからいくと、今まではねブラックのみのお取り扱いが多かったというか、ブラックしかお取り扱いしたことなかったかなと思うんですけど、今回ねレッドも入ってきたということで、アーネストのね結構イメージカラーとしてブラック、レッド、ゴールドみたいなところがねブランドカラーとしてあるんですけど、そのレッドがね入ってきたってことで、つけてみるとねなんかねレッドっていうと結構派手な印象があるかなと思うんですけど、割とねちょっとマットな質感というかね、はい、こういう感じでなんかこうスタイリングのアクセントになるねレザーの、ブラックの感じだと、光沢感といい、ブラックの安定感はあるんですけど、こっちはね光沢感もありつつ色もねもうがっつり攻めたね色合いなんで、モードなスタイリングとかの方に非常におすすめかなと思います。でフィット感もね結構ジャスト寄りなフィッティング で素材もねこれ確かにシープスキンだったかな、羊側なんでだいぶね最初から柔らかくてちょっとしっとり感もあって、非常にね付け心地もめちゃめちゃいいアイテムになってますっていうのがまず一型目で、今度ジャケットの方行こうかないと思うんですけど、じゃーんということで、はい、こんな感じのデザインになってまして、割とねパッと見シンプルかなとは思うんですけど、この襟元がねラムレザーで切り替わってるっていうところが、このボディ部分とのこのコントラストというかもありつつ、商品名がねユーティリティジャケットってことで、その名の通りね非常に使いやすい、ジャケットになってるかなとは思うんですけど、ところどころねデザインが効いてて、今言ったねこのカラーの部分だったり、あとはジップの引き手ですね、はい、こういう感じでこのタイプの引き手が使われてたり、あとは、袖先のねボタンもくるみボタンになったり、ボディ自体の色もこれメランジの質感なんですけど、こんな感じでブラウンベースでちょっとところどころブラックだったりオレンジだったりちょっと黄色っぽいような、割となんかねこう秋冬らしい色合いでねめちゃめちゃいい感じかなと思います。で素材はねこれバージンウールってことなんで、結構触った感じはねめっちゃ暑いなとか重いなっていう、そのヘビーアウター感はそんなないじゃないんですけど、でも軽さの割にというか重さの割にすごい保湿力保温力かが高くてねめちゃめちゃいいジャケットになってるかなと思います。っていうのが、まず一型目で、今度二型目なんですけど、じゃーんということで、デニムジャケットって言ったんですけど、デザイン的にはねこの袖裏部分両袖の裏に、ね、こんな感じでスタッツで、バラモチーフのデザインがね、こんな感じであしらわれてまして、フロントもカラーがねオープンカラーの作りになってるっていうのと、ボタンもこんな感じでねゴールドのボタンで、プレーンタイプなボタンにアーネストのね、ブランドロゴが、刻印というか、あしらわれたようなデザインになってます。で色はねこれ縦糸も横糸もブラックでちょっと太めの糸の感じなんで、なんかねいわゆるのデニムジャケットっていうよりかはちょっとワーク感が強いというか、ツイルミが強いね生地感になってますっていうのが、二型目で、今度三型目なんですけど、今のジャケットとセットで着れる、パンツです。はい、こんな感じ。こっちのがね結構インパクトあるんじゃないかなと思うんですけど、同じ生地でサイドライン部分がこんな感じで、バラのスタッツのデザインが、こっちはねもうほぼウエストのちょい下あたりから裾までねがっつり入ってます。で、シルエット的にはアーネストらしいね若干こうフレアで結構細身で綺麗なね、シルエットになってます。ここはねどっちも単体でも多いかなと思いますし、セットでね統一感ある感じで着てもいいんじゃないかなと思いますっていうのが、パンツで、今度3型目なんですけど、じゃーんってことで、これスウェットなんですけど、見ての通りねこの襟付きのスウェットになってまして、ブラックとブラウンの感じなんですけど、ブラックの方からいくとボディーブラックの、襟の部分が、ホワイトで、刺繍でね
EWB の、まあ、アーネストのブランドロゴが、あしらわれているっていう感じ、まあ、比較的シンプルなんですけど、これ形が若干変わってまして、このね襟元を見ると分かると思うんですけど、普通のというか、このポロシャツタイプの襟もついてるんですけど、クルーネックのねこの襟もバインダーの襟もつけられてるので、ちょっとフェイクレイヤード感のある雰囲気で、ブラウンの方は、袖先とねこの裾部分のリブもブラックで、切り替わってるんで、こっちのねブラックの方よりちょっとね、よりこの商品名ゴルフセーターって言うんですけど、まあ、そのゴルフセーター感というかがちょっと出てて、どこか懐かしいね、アーネストらしい、アイテムに仕上がってるかなと思います。ということでね、実際に着て、サイズ感をお伝えする前に、サイズ展開とお値段なんですけど、まずユーティリティジャケットがサイズ展開が M と L、まあ、アーネストで48-50ですね、の2サイズの取り扱いで、お値段108,000円前期です。でジャケットをこのデニムの方も同じく M と L の2サイズで、お値段が66,000円税抜きで、パンツがサイズ展開 S と M 46と48ですねの2サイズで、お値段が60,000円税抜きです。で次このセーター、ゴルフセーターなんですけど、これがサイズ展開が M と L でお値段30,000円税抜きで、最後ねこのグローブなんですけど、これがワンサイズの取り扱いでお値段が18,000円税抜きです。ということでね、実際着ていきたいと思います。はい、ということでまずユーティリティジャケットのサイズ M 着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。割とコンパクトで結構ねすっきりした印象、かつなんだろうな、若干こうテーラリングっぽい要素を感じられるようなこのシルエットの綺麗さというかもあるのと、あとはね着心地もめちゃめちゃいいですね。バージンウールってこともあって、全然ねチクチク感がなくて、むしろねなんかソフトでヌメッとしたというか、いい着心地だなっていうのがね着た瞬間に分かる、これ本当にウールですかってぐらいのね、雰囲気もあって、まあ、そういうね上質な素材を使ってるんですけど、この襟のね遊び心だったり、まあ、引き手のこのデザイン性とか、あとはねシルエットは結構洗練されてるんですけど、なんかこの予算綺麗な感じをこのワークジャケットテイストに落とし込んだ感じがめちゃめちゃいい感じかなと思います。で、着た感じは最初にも言ったんですけど、あんまりね重くないというか、アウターとは思えないぐらいの軽さでなんですけど、まあ、素材のねこの強みというか保温性がしっかりあるんで、なんかほんとさらっとね1枚羽織るだけで結構あったかくて、なおかつ着心地も良くて、すごい使いやすいアイテムかなと思います。で、さっきまで閉めてたんですけど、ちょっと開けるとねこんな感じです。割とねさっきの閉めたミニマルなね、良さとはまたちょっと変わって、若干着崩してもなんかねいい感じに、はまる、なんか綺麗すぎないというか、なんかそこら辺もいいところだなと思いますし、全部開けるとねまたちょっと雰囲気変わって、若干ね男らしいような印象にも なって、なんかね着た雰囲気としては結構シャツジャケットっぽいようなね、雰囲気感で、めちゃめちゃ使いやすいアイテムかなと思います。シンプルなんですけど、こういうね襟の切り替えだったりとか、このデザイン性だったりとか、あとはボディ自体のねこのメランジの感じも、なんかねなかなかありそうでない感じというか、若干ちょっとねアーネストのまあブランドの根底にあるねおじいちゃんの服みたいなところもね若干感じられる、ちょっと温かみのあるね、感じで、めちゃめちゃいい感じかなと思います。ってことでね、次デニムジャケット着てみたいと思います。ということで続いてデニムジャケットとデニムパンツ履いてみたんですけど、こんな感じです。ジャケットが M サイズ、パンツが S サイズ履いてるんですけど、めちゃめちゃねストイックな印象じゃないですか。なんかこれ全体で見た時にちょっとねロンドンっぽいっていうか、なんかねそんな感じの雰囲気があってね、めっちゃいい感じじゃないですか。はい、この感じ、ちょっとねこのスタッツが近くで見るとねだいぶ映えるんじゃないかなと思うんですけど、遠くから見てもねちょっとこのなんだろう、直線的なラインじゃなくてこの柄が入ってるんで、ややこう波打ってるというか、このねゆらゆらっとした感じで、近くで見るとこのね綺麗なバラの模様が浮き上がるみたいな、この感じもいい感じかなっていうのと、なんかねパンツで言うとねめちゃめちゃシルエット綺麗ですね。はい、こういう感じで、なんかねスキニーとはまたちょっと違って、若干ね細身ストレートな感じなんですけど、ややねこう履いた時にたまってちょっとフレアっぽくなるようなシルエットで、ジャケットの方はね逆に着丈とかかなりコンパクトなのと、身幅もねそこまで広くなくて、全体的にシュッとねこうスタイリッシュな感じなんで、結構最近のこのタイトなねフィット感のムードというかにめちゃめちゃ合いやすいんじゃないかなと
思います。で着心地とかもね、もちろんコットン100なんで、あのだいぶ着心地も良くて、で多分ね着ていくうちに色落ちとかもね、あの楽しめるんじゃないかなと思うんで、これ特にねパンツが個人的には推しですね。この感じ良くないですか、このスタッツのワーク、スタッツワークの感じがねめっちゃいい感じかなと思います。ということでね、次、セーターの方着てみたいと思います。はい、ということで最後ゴルフセーターのサイズ M のブラウン着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。アーネストにしてはめっちゃねオーバーサイズでゆとりあるなっていう、作りなんですけど、珍しいですねこのサイズ感出すのは。はい、なんであの結構身幅とかゆとりあるんですけど、着丈はそこまで長すぎず割とボックス寄りなシルエットで、それだけとかも、ね、若干長めでちょっとねゆるっとした感じで、配色もねこのちょっと色褪せたねブラウンの感じ、チョコレートっていうかココアっぽい色合いかな、にコントラストでね入るこのリーブだったり、襟の感じだったりがねめっちゃいい感じかなと思います。で襟部分もねさっきも言ったんですけど、ちょっとフェイクレイヤードっぽいねこのポロシャツタイプの襟の中にクルーネックのリブも入ってるんで、どこかねここがちょっと違和感あるような見え方するんじゃないかなと思うところも、ここもね結構推しポイントですね。シンプルすぎないというか、で素材もオーガニックコットンってことで、なんかね程よくドライ感とシャリ感もあるんですけど、柔らかさがね担保された、めちゃめちゃ着心地もいいアイテムになってて、なおかつね値段も3万円ってことでね、そこまで高くないんで、あのデイリーでも使いやすいし、素材も良くてエッジもねある程度効いてて、バランスがねこれもめっちゃいいアイテムかなと思います。ってことでね、ぜひ気になった方は概要欄からアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、チェックしていただければと思います。はい、そんな感じでした。また。